プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。この動画を見ているそこのあなた、平泳ぎのキックで前に進めてますか？もし進めてないのであれば、今回の動画が役に立つかもしれません。平泳ぎのキックが進まない理由として、動作が複雑、そして自由度が高いということが挙げられます。自由度が高いので、一人一人進まない原因が異なっている可能性がある。だからちょっとめんどくさいんですよね、平泳ぎのキックって。それでも平泳ぎで進むことを諦めたくないという方、この先をぜひ見ていってください。個人レッスン、グループレッスン、そして撮影会を実施中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。進まないキックの形を4パターン紹介します。自分がこれに当てはまっていないかチェックしながらご覧ください。1つ目、煽り足。これは平泳ぎのキックとして認められていない形。どちらかというと足の幅が超広いドルフィンキックですかね。平泳ぎをまだ習っていない、もしくは習いたての時によく見るやつ。対策として、足を引きつける時、膝と膝の間を広く開くこと。そして広く開いた上で、つま先を横に向ける形を作る。そしてそこからかかとから水を後方に押します。2つ目、つま先が横を向いていない。これは煽り足じゃないんだけど前に進まないという方に多いです。つま先が横を向いていない、後方を向いているということは、水を押す面積が小さくなりがち。水を押せないということは、その分前に進めないということです。印象としてはキックの動作が速すぎる方に多いです。そしてこれは煽り足の直し方とよく似ています。膝を引きつけた後、ちゃんとつま先を横に向けたことを確認してから後ろに押す。形を作って動かさないで待つ。効率よく水を押す形ができていないのに押し始めるからスカッとなるんです。3つ目、ガニ股で足の裏同士が近い。この状態でもつま先が横を向いていれば、それなりに水は押せるんですが、蹴り始めから足の裏同士が近いので、水を挟む動作が取れません。もしあなたが伸びのあるキックをしたいのであれば、後方に押すだけではなく、蹴り終わりで足で水を挟むことも重要。引き付けで膝が外に広がらないように、まっすぐ引く、もしくは内股気味で引いてあげると、足の裏同士が離れ、ある程度はガニ股を防止できます。一番理想はまっすぐ膝が下に落ちるような引き付けですが、どうしてもガニ股が治らないというのなら、まっすぐ下に落とすことを超え、内股気味な引き付けを意識し、結果的にまっすぐを目指します。本人は内股のつもりで引きつけてるけど、見た目がまっすぐみたいな。4つ目、蹴り終わりが広がりすぎている。水を押す動作に比べると劣りますが、水を挟む動作も推進力になります。そして体を浮かす力にもなります。これがないのはもったいない。水を後ろに押して、そこで満足して終わっているパターンがある。蹴り始めが強いと、蹴り終わりで開いて終わることが多いです。蹴り終わりに足と足がくっつくまでキックの勢いを止めないこと、なんなら足同士がクロスするぐらいの勢いでキックを行うこと、これは詳しくはまたの動画で説明します。以上4点です。今回は撮影中に思いついた順番にやってみました。いや、今思えば順番にも意味を持たせるべきだったんですが、完璧にそんなことが頭から抜けてました、ごめん。今から過去動画を流します。それぞれの直し方をもっと詳しく細かく確認したい方は、ぜひ続きも見ててください。ちょっと長いけど。そして3番についてはまだ個別で動画を撮っていませんでした。これから撮りますので、お許しください。煽り足、ご存知でしょうか？平泳ぎのキックは本来このように水を押すのですが、足首が伸びたままキックを行うとこういう形になります。これが煽り足、泳法違反です。バタ足やドルフィンキックを習った後、新しく平泳ぎに挑戦し始めた方に多く見られる状態です。平泳ぎの足の使い方は他の3種目と決定的に違います。他の種目は足の甲で水を押すのに対し、
平泳ぎは足の裏で水を押します。バックキック除く。この動作が平泳ぎが難しいと言われるゆえんです。足の緩め方、引き付けで重要なのは足の裏でしっかりと水を押せる形を作ること。この水を押せる形というのは、足首を曲げ、つま先を横に向け、足の裏が進行方向の逆を向いていることです。この時点で足首が伸びていると高確率で煽り足になりますので、まずは膝を緩めた時に足首を曲げる癖をつけましょう。この形を作ることが最重要事項です。そんなこと言っても関節が硬くてできないよ。というそこのあなた、膝同士の間隔は広めに開いてください。つま先が横を向くまで開き続けましょう。膝同士の間隔に制限はないです。あなたの足が水を押せる形になることを優先しましょう。平泳ぎのキックでよく言われる膝の間を狭くするには、関節の柔軟性が必要になってきます。そもそも柔軟性がない状態で膝の間隔を狭くしたままつま先を外向きにするのは難しいので、広めに開いてしまいましょう。膝の間隔に狭さを求めるのは競泳の領域に入ってからで十分です。足の裏で水を押すためにかかとを意識する。膝を緩め、足首を曲げ、つま先を横に向けて形を作ったら、かかとから蹴り下ろすように水を後方に押しましょう。かかとを意識することで足の裏を後ろに向かせやすくなります。毎度のことですが、キックの出だしはゆっくりです。バタ足やドルフィンキックと違っていきなり全力で水を押しても進みません。平泳ぎでは蹴り終わりに足を閉じるのも重要な動作です。出だしだけが全力だと閉じる前に足の動きが止まってしまいます。なので出だしはゆっくりからだんだん加速させていきましょう。まとめます。煽り足を防止するには、足を引きつけたら足首を曲げ、つま先が横を向くまで膝を開き、水を押す形を作る。その後かかとを後ろに向けることを意識しながら蹴り下ろす。以上です。平泳ぎの煽り足でお悩みの方、この順を意識してキック動作を行ってみてください。平泳ぎのキックで重要なことは、進行方向に対してつま先を横向きにする。体が硬い場合は足を大きく広げてもつま先が横を向くことを優先する。この2つの動画、何が違うか分かりますでしょうか？分からなくても全く問題ありません。正直言うと分かりにくいですね。これ泡出ちゃってるし。1は足を引きつけた後につま先が進行方向を向いています。つま先が後ろに向いていると足の裏で水を押すことができません。2のようにつま先を横に向ける状態を作ってから水を押し始めるのが理想です。平泳ぎのキックでは足を伸ばしながら一緒に足首も伸ばしてしまうと水を切ってしまいます。足首を曲げたらそのまま伸ばさず水を押していきましょう。ですが膝を曲げ、足首も曲げ、その上さらにつま先を横に向けるという動作、こんな複雑な動作を毎回しなければなりません。慣れればちょろいです。この姿勢をとっているつもりでも実際にはつま先が横を向いていない、または向いていたとしても早い段階で横向きじゃなくなってしまうパターン、いわゆる水を切っている状態、こういうキックになってしまいます。どうにかして水を足の裏で押したい、キックの最中途中でどうしても足首が伸びてしまうという方は、まず焦りすぎです。落ち着いて動作させましょう。そして水を押す部位をさらに細かく意識してみましょう。はい、これは足の裏です。足の裏です。もしかしたらあなたはつま先の方で水を押していませんか？ここ付近で水を押そうとすると早い段階で足首が伸びやすいです。もし今可能でしたらちょっと試してみてください。
座ってで結構ですので、つま先付近で空気を押しながら膝を伸ばす。かかと付近で空気を押しながら膝を伸ばす。足首が伸びきらないまま膝を伸ばせたのはどちらですか？もちろん人によって違うと思いますが、あくまで個人的にはかかと付近で押すイメージを持つと足首の角度をキープしやすかったです。膝が伸びきる、その次に足首も伸ばす。この2つの区別が分かりにくかったら、足首を伸ばすのを大げさに遅らせてしまいましょう。これぐらいバラッバラにしていいです。最初は間違い探しからです。前半の3キックと後半の3キック、一体何が違うでしょうか？これは分かりやすいですね。足が開いたまま終わっているか、それとも閉じて終わっているか。何かの動画でも言ってるんですが、必ずしも閉じ切る必要はないと思っています。足の幅が腰の幅よりも狭く収まっているのなら、そこから無理してまでくっつける必要はあるのかどうか、私はないんじゃないかなと考えています。ただ結果的に足が閉じてしまうほどの勢いがついたキックをすることは重要です。私も閉じようと思って足を閉じているのではなく、結果的に足が閉じてしまっている、こういった方が正しいかもしれません。もしあなたが足を閉じ切るキックを目標としているのであれば、次のポイントを意識してほしい。押す動作と閉じる動作が区別されていないかどうか。足を後ろまで押し切ってから、そこから閉じにかかるのはちょっと難しい。そうですね、イメージとしては押しながら閉じる、押す勢いが余って足同士が閉じる、くっつく、こんな感じ。蹴り始めから発生する押す勢いをどううまく使えるか。押しながら閉じる、押す勢いを使って閉じ切る。伝わりますか？伝わってくれると嬉しいです。誰か一人にでも伝わってくれれば嬉しいです。そんな回でした。細かい解説動画は以上です。何か一つでもヒントになっていれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントをぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。急に寒くなりましたよね。あなたもお気をつけて。それではまた次の動画でお会いしましょう。